皆さん、こんばんは。15分遅れでお送りいたします。そうですね、新番組しゃべくり松代スタートです。はい、松代テレビが開局いたしました。そこで今日はこの松代テレビ開局について、松代テレビ代表の宮坂文夫さんにお話を伺います。宮坂さん、どうぞよろしくお願いします。さて宮坂さん、はい、松代テレビが開局いたしました。はいはい、どんなテレビなんでしょうか。松代テレビなんですけれども、こちらは本当のテレビではなくてですね、はい、インターネットを通じてのテレビ局なんですよ。はい、そうなんですよ。ですからですね、皆様方がテレビで、本当のテレビでね、ご覧になっても見れないんですよ。ですから、パソコンでですね、見ていただくということになります。はいはい、でもですね、先ほど言いましたように7月にまだ始めたばかりでですね、はい、まだ本当によちよち歩き、伝わり歩きをしている本当に未熟なテレビ局なんですよ。ですからですね、地域の皆様が来ていただいて、みんなで盛り立てていただきたいと、こんなふうに思ってるんです。はい、松代の住民の皆様の情報発信テレビということなんですね。はいはい、面白そうですよね。しかしどうしてテレビだったのでしょうか。はい、開局のいきさつを教えてください。わかりました。歴史と文化の里である真田十万石、十万石の城下町松代はですね、そうですね、神社仏閣名所旧跡、そして至る所にですね、伝統行事があるんですよ。はい、そして民話があったりですね、古い歴史の面影やですね、伝説などもたくさん残されてるんですよね。でそのようなですね、古い歴史、それから文化芸術ですね、それと合わせましてですね、地域の福祉情報も欲張って発信しちゃおうと、そういうことをですね、リアルタイムで皆様に発信したいということなんですよ。はい、実はね、これ私事で非常に恥ずかしいんですけども、恥ずかしいんですけども、実はですね、去年までね、一応勤めてたんですよ。ね、それで勤めておりましてですね、職場と自宅の行ったり来たりで、松代は実はなんか寝るために帰ってきただけのようでですね、松代を全然知らなかったんですよ。でそれでですね、今年の春、私はいとこが豊坂におるんですけども、そのいとこから、豊坂の原石神社で御柱があるので来ませんかと言われまして、その時私、お前のとこに何御柱あるのって言ったら、お前近くにいて何言ってんだと言われまして、恥かいたんですよ。はい、そうかもしれませんね。そうなんですよ。宮坂さんのように松代に住んでいらっしゃっても、案外松代のことを知らないという方がたくさん実はいらっしゃるのかもしれませんよね。そうなんですよ。はい、それでこのテレビを開局したということなんですか。それでですね、はい、この伝統行事ですね、この素晴らしい伝統行事があるのに、私のようにね、知らないものがいるんじゃないかと、松代に。はい、で実はですね、私も一生懸命勉強しようと心に誓ったんですよ。はいはい、それで一生懸命勉強したら、いや、ついでに勉強したことをね、皆さんにお知らせしちゃおうと、ね、こうなんですよ。なるほどね。そうなんです、実は。はい、さて、今日から始まりました、はい、このしゃべくり松代、はい、実は生放送でお送りしているんです。まさにこのリアルタイムの松代を皆様にお届けしたということなんですね。15分遅れてね。はい、今日は15分遅れでお送りしています。そうね、7時から始める予定が15分遅れて、今もう20分ですね。はい、実はもうね、終わってる時間ですよね。そうだったんです。これがね、生放送の面白いところであり、怖いところですよね。そうですね。はい、それでどこまで言いました。はい、はい、しゃべくり松代生放送にこだわって、はい、そうなんですよ、こだわったんですよ。はい、というようなことで、このようなね、楽しいことがあるということでですね、本当に生放送にこだわったんです。はい、今もね、お話、いろんなことをお話ししてますけれども、松代のことをですね、何でもしゃべくっちゃおうと、はい、文字通りしゃべくり松代、はい、でこのしゃべくり松代なんですけれども、皆様が日曜日ですね、休みの日にリフレッシュされて、新鮮なところの気持ちをですね、お伝えできるように月曜日にしたんですよ。はい、で月曜日にしてですね、皆さんのスタッフの皆さんの時間の枠、午後7時設定させていただきました。はい、月曜夜7時からお送りする生放送、はいはい、しゃべくり松代、どうぞ皆さんご覧くださいね。ぜひお願いします。地域の皆様にも大勢スタジオにお出かけいただきたいですよ ね、はい、ぜひお願いしたいと思います。はい、しかし宮坂さん、はい、お一人ではこのテレビの設立というのは難しかったのではないですか。はい、そうなんですよ。はい、私がね、先ほども申し上げましたように、その闘志燃えてね、よし、自分が勉強すると同時に松代の皆さんにも発信しちゃおう、日本中の皆さんに発信しちゃおうと思った時にですね、
ちょうどねそちらにもいらっしゃいますので、ね、はい、5名の方がね同じ思いだったんですよ。そうですか。私はねチャラっぽなんでね、あの突然にこの思ったんですけどね、そちらにいらっしゃる皆さんはね、はい、すごくねポリシーがあったんですよ、はい、住民ディレクターのね養成講座とかね研修会に出られて、はい、もうご自分がですね住民ディレクターの研修会できるような風な方がねいらしたんです。その方が4名いたんです。同じ思いを持った方が5人もいらっしゃったということなんですね、はい、心強かったですね。そうなんですよ。それでですねこのそういう心強い方、私入れないで4名ね心強い方が4名いたんですよ。代表は入れない で, 入れない で, でそれにプラスですね、はい、あの何ですかあのコーディネーター、はい、コーディネーターの先生が、ね、いらしたんですね、はい、お願いできたんですよ、はい、で実は私どもですね単純に、ホームページ形式でそこにカテゴリーをですね、はい、ブログ形式で入れて簡単にね、発信しようと思ってたんですけども、そのコーディネーターの先生はですね素晴らしい東京からいらしていただいてですね素晴らしいご指導いただきまして、はい、まあ自分で言ってもおこがましいんですけども素晴らしいテレビ局になりましたすいません。東京からコーディネーターの先生がお見えいただいたということなんですね、はいはい、さてスタジオの中には大勢のスタッフの皆さんが今こちらいますけどね、あの活動していらっしゃいますね。今これ10人いますね。スタッフの皆さん紹介していただいていいですか。こちらにもね10人ほどいらっしゃるんですけども、はい、実はあの全員でですね28名いるんですよ。28名いるんですよ、はい、で先ほどね言いましたけども5名の方も、あ5名じゃない4名かな、はい、4名の人もですねすごく熱意を持ってたんですけども、はい、ねその28名の人がですね28名じゃない私含めれないよね27名の方がですねすごい、あいやそうですか、はい、すごい思いを持ってるんですね、松潮に対する思い、それからいろいろね自分でね思いがあるんですよ、こんなこと発信したいこんなこと発信したいこんなこと発信したい、いろんな思いを持ってましてね、はい、そんな皆さんが集結したんですね、はい、素晴らしいことなんですよ。私はダメなんとき皆さんいいんですよね、そちらにいらっしゃる皆さんが、はい、素晴らしいんですよ。あのカメラマンの方がいらっしゃったり照明さんが、ね、いらっしゃったり、そうなんですよ、はい、皆さんねもうプロではないんですけどね、はい、プロ級ですよ、プロ級ですよね、はい、でねそのパソコンもプロ級、パソコンに関して知らないことはないぐらいなんですよ。カメラ今撮ってますよね、あの方も、カメラマンじゃないんですよ、仕事はちゃんと持ってるんですけど、ね、趣味でやってるんですけども、プロ顔負け、そちらにねケーブルテレビのね宇佐さんがいらっしゃるんですけどね、あの方と同じぐらいなんですよね、素晴らしい。それで、ね、職業はですね、はい、いるさですかね、うどん屋さんね、うどんよりねこちらの方が面白いってね、うどんやってないんですよ今うどん回転休業ね、本当ですか。そうなんですよ回転休業ね、今もうるさい今営業時間なんですよ、営業時間こっち来てでしょ、もう定休、はい、あそうだそうですだそうです、はい、それであの会社の社長ですね、はい、それから病院に勤めてる人とかですね、はい、私のように定年になったものいろいろなものがですね集まって作ってるわけなんですよ、はいはい、総勢28人のスタッフでお送りしています。さて宮坂さん、はい、歴史と文化の町、はい、松代、はい、松代城が復元されました、そして先日は江戸時代からの真田邸が146年のお色直しを済ませましたよね。そうなんですね、まさに松代、見どころ満載ですね。そうですね、そうなんですよ。実は私松代で生まれ育ったんですけども、私が子供の頃はですね今のその素晴らしい松代城じゃなかったんですよ、はい、あそこはね今も桜がありますけれども、桜はあったんですけども、崩れなかった石垣があって、その中ですね春になると皆さんね、花見をしてるんですね、酒盛りですよ、ござを敷いてですね、楽しい、まあそれはそれでいいんでしょうけれども、まあそんな雰囲気ですよ。で、東側にはですねお城の東側にはグラウンドですよ、で手前には駐車場、それで、西側にはですね、プールで、最悪は北側は荒れ放題の笹やぶなんですよ。そこをね改修しまして、今見てください、素晴らしいでしょ。美しいですね。そうですよね。それに始まりまして、はい、今出来道とかですね、武家屋敷もいろいろ今オープンしてますよね、はい、でそのようにですね、今オープンしたようなその素晴らしい、名所旧跡、そして、昔からある文部学校ですね、それから彫刻寺とかいろいろあるんですけども、いわばその松代のハード面ですね、ハード面が揃いました。ハード面が揃ったんですよ。で、それからですねハード面があるのに今度はソフト面ね、ソフトの面ですよ、そちらにうどん屋さんいてね、ソフト面なんかいつも言ってるんですけど、食べろなんて言ってるんですよね、そうじゃないんですよ、ソフト面ではなくてソフトの部分、ソフトの部分をですね発信しようということなんですよ。わかりました、はい、さあ
そんな松代テレビ、皆さんぜひ応援してくださいね、はい。さて宮坂さん、今私たちがいるこちらスタジオなんですね、はい。こちらはどういうところなんでしょうか。ここはねスタジオじゃなくてですね、はい、実はここが町歩きセンターなんですよ。町歩きセンターです。はい、はい、こちらの方ではですね、松代で活躍している各サークル、はい、そしてグループの方がですね、こちらに集結しましてですね、こちらの方でいろんなことを考えていろいろ行動してるんですよ、うん。でこちらには NPO 法人の夢空間、それからですね、そちらの方に保育者さんの皆さんもいらっしゃいますし、それから、お湯に合わせて町の方ですね、うん、そちらの方も皆さんこっちに集いまして、はい、特産物とかですね、いろんなものを売ったり販売したり考えたりしてるんですよ、はいはい。町歩きセンターというのはどちらにあるんですか。ここはですね、はい、町城の中心ですね、うん、はい。そうですね、ご案じゃなくて、ここは木町と伊勢町の交差点ですね、はい、そこの松代の中心部にあるんですよ。中心部ということなんですね、はい、まさに、情報発信基地、はい、コミュニティセンター、はい、町の縁側といったところでしょうか、はい、そうなんですね、はい。さて宮坂代表、松代テレビ、はい、これからの展望や夢がありましたら、はい、ぜひ教えてください。先ほど言いましたようにこちらの方なんですけれども、私と同じ松代に住んでまして、外からこう見て紹介するのではなく、中からですね、内側から支え上げながらですね、松代の皆さんを、そして、全国の皆さんに紹介していこうということなんですよ。実は今日もですね、新米のですね、はい、新米の左折にもありましたけれども、うんうん、信州の米とかですね、全国のトップクラスの 一等米ですか、農地と担い手を守りつつというような見出しでですね、社説がありましたけれども、実はですね、松代にもですね、たくさん農業を営んでいる方もたくさんいらっしゃるんですよ。ですからそうした農業も含めてですね、教育それから学校ですね、すべてのことに対して、発信していこうと。もちろん福祉情報ですね、まあ、そこら辺も発信し、時代を担う大切な子どもさんにもですね、どんどん出演していただこうと、こんなふうに思ってるんですよ、はい、はい、いや楽しみですね。そうなんですよ。それでですね、はい、実は私仲良しクラブというところでおるんですけれども、そこにですね、売れない歌手がいるんですよ。売れない歌手がいるんですよ、はい、古畑健二っていうんです、まあ、宣伝しちゃったんですけどね、はい、古畑健二っていう歌手がおりましてですね、その歌手はなんで歌手になったかと言いますとですね、お母さんがすごく歌が好きだったんですよ、はい。それですごく お母さんが歌が好きだったんで、健二さんはですね歌手になったと。で私職場が以前その関係、ありましてですね、お母さんが入退院されてましてですね、何回も入院されたんですよ。その時に私何回かお会いする機会がありましてですね、でお母さんからお話しする機会が何回もあったんですけども、お母さんは本当におっしゃるようにね、本当に笑顔でですね、うちの息子は、私が病気でですね、歌が好きなので歌手になってくれたんですよ、なんて言うんですね、しみじみって言ってくれるんですよ。私も、まあ、そうですかっていうのをお聞きしてですね、で、そのお母さんが言うには、賢治が皆様の前で歌ってる姿を一回でもいいから見たい、だけれども、私は具合が悪くて入退院を繰り返してて見れない、見ることができないっておっしゃるんですよ。で私はね、その時にね、思ったことは、見せられたらいいなと思ったんですよ。で、最近思うにはですね、そのような賢治さんが、地域でそれから公民館で歌ってるところ、コンサートをしてるところをね、松代テレビが撮ってお母さんに見ていただくと、ね、こんなことも考えてるんです、はい。古畑賢治さん、はい、皆さん覚えてくださいね、はいはいはい。それでは最後に代表、はい、松代テレビの PR を兼ねまして、はい、放送をご覧の皆様に一言お願いします、はい、分かりました。先ほどもね若干触れたんですけども、松代テレビはですね、みんなで作り、みんなで出演する、みんなのテレビなんです。ですから皆様ですね、こちらの方に寄っていただいてですね、みんなでこの松代テレビを盛り上げていただいて、みんなで出演していただいてですね、松代を良くしていただきたいと、まあ、今松代がね悪いって意味じゃないですよ、今素晴らしい松代、はい、わかりました。今ディレクターがね遅れちゃったんでね、申し訳ないって、もう少し時間延ばせって言ってるんですよね、生放送なんですけど、すいません今日は遅れちゃったんで、ここが生放送のいいとこなんですよね。
それで、どこまで話しましたっけ。はい、あの松代の良さを PR していただいています。松代の良さですね、松代こんなに、素晴らしい松代をもっとよくねしていただきたいと、あの皆さんで寄ってたかって松代を良くしましょうと、ここに集まってですね、そういうことなんですよ。はい、ぜひ皆さん松代テレビにしゃべくり松代ください。ぜひお願いします。さて、放送時間も残りわずかとなってまいりました。次週のしゃべくり松代、はい、どなたがご担当していただけるんでしょうか。はいはい、次週はですね、11月8日、私も仲間の加山さんが出演してくれます。はい、そして、ゲストは八田さんですね。八田新造さん、構造さんですよね。あ、新造さんですね。はい、はい、皆さんも声を揃えて言ってくれましたね。八田新造さんですね。はい、そして15日の月曜日なんですけれども、はい、そちらにいる皆さん、今日はいろいろねやってくれてますね、皆さん。で、ゲストはですね、先日私もねお会いする機会があったんですけども、なんとですね、はい、96歳で現役の先生、はい、医者、お医者様、神林先生ですよ。神林先生です。すごいですよ、パワーいただけますよ。96歳で現役で診察ですよ。その方をね、三田さんが、取材じゃないな、はい、ゲストでお呼びして、はい、お話、また楽しいお話が、お聞きできるんじゃないかと、こんなふうに思っております。はい、そうですね、どうぞ皆さんご期待ください。それでは次週のしゃべくり松代、どうぞ。あのスタッフね、そこちゃん、スタッフね、今日の素晴らしいスタッフ、ここにたくさんいるじゃないですか。はい、やってください。二本松さん、予定通りですよ。やってください。スタッフ紹介。緊張してますね。はい。はい。はい、緊張してるんですが。はい。はい、どういうふうに。そうですか。そうですか。だそうです。はい、それでは。はい、それでは、はい、あの次週のしゃべくり松代、どうぞ皆さんご期待ください。お楽しみにしてくださいね。はい、次週は来週の月曜日、はい、夜7時、はい、このスタジオで生放送でお送りします。よろしくお願いします。ではしゃべくり松代、今日はこの辺で。ありがとうございました。お疲れ様でした。